夜光街、革命、ターボマーマータスは、古福足目流天下に分類される巻貝の一種。インド太平洋の産後礁域に生息する大型の巻貝である。重厚な殻の裏側に真珠層があり、古くからラデン細工の材料として利用されてきた。その名前から夜に光ると思われることがあるが、貝自体は発酵しない。産地では食用にも利用される。 夜光街は古代、夜空街、夜空街、マスク街、薬空などと称されていた。これらのような表記は公益品としての需要が高まった旧世紀以降の資料に多い。薬の故障が現在の薬島を指すようになったのは7世紀以降で、あるが分布の北限である薬島と夜光街の故障は直接結びつかない。しかし7世紀初期以前の薬は 奄美地域を含む広大な範囲を示す言葉であったと考え、その時代の役をもって役外の名前が成立したとする見解もある。なお、薬害は役外の当て字の一つであり、ここから薬害という読みが生じた可能性がある。薬害の奄美群島の地域名称は、役芸、役焦げ、沖縄、先島諸島での地域名称は、役芸、役んがである。 夜光街はオーストラリアの大王素材と並び、流天下で最大の貝である。生体の重さは 2kg を超え、大きなものは直径 20cm 以上に達する。殻は開口部の大きさに比して、ラトウが低い。数列の流骨突起が発達するが、連続せずに昆布状に分離することもある。核表面は滑らかで、個体によっては成長あばらが目立つ。 格表全体は暗緑色を呈し赤茶色の反転を有している。殻の内側は青色から金色を帯びた真珠光沢である。他のサザエの仲間同様、石灰化した厚手の蓋を持つ。熱帯から熱帯域のインド太平洋区に分布する。日本近海では、薬島、種子島以南の暖かい海域に生息する。 生息域は水深30メートル以前の比較的浅い水路や岩のくぼみであり、砂泥質の海底には認められない。基本的に夜行性で餌は海藻など。雌有の判別は外見からは不可能である。繁殖活動は冬場を除き一年中見られ、大潮の前後に行われる。メスが緑色の卵子を、オスは白い精子を放出する。 違いは3年で70ミリメートルほどに成長する。日本では、南大部は刺身、寿司、海鮮丼などの具にされる。食感はコリコリしているが、柔らかい部分もあり、色も白い部分と黒い部分があるので、一般的な食用外と区別しやすい。煮物としても食用にされるが、少し加熱しただけでは、非常に硬いので、柔らかく煮るには圧力釜などが必要で、 蒸し器で蒸す場合も2時間程度を要する。硬さのため、焼き物には向かないが、軽く火を通すバター焼きに調理されることもある。貝殻は古くは、螺鈿の材料として重宝され、産業的多産地としては、フィリピン諸島、アンダマン諸島、ニコバル諸島などがあり、日本では、奄美群島、沖縄諸島、先島諸島が産地として知られる。夜光貝から作られた古代の貝桟 小港フワガネク遺跡出動。夜光街は、戦死時代から、すでに食用として南大部が利用されている。夜光街は、その美しさゆえ古くから工芸品に使われており、平らら伝世八角鏡など、小僧院の宝物にも、ラデンとして用いられている。夜光街から加工できる、デン素材は、最大で5センチメートル15センチメートルほどになり、温帯。 赤ん帯域で捕獲できる、螺鈿素材の貝よりも、はるかに大きいパーツが取れる時点から沈調された。また、土森松野と遺跡、ヨ美、先サ遺跡、小港ふわがネク遺跡などといった6から8世紀の遺跡から、夜光貝が大量に出土している。こうした大量出土の遺跡のほとんどは、奄美大島北部に集中しているが、その貝殻の量は、 戦死時代の遺跡と比べ圧倒的に多いため単なる食料残滓の廃棄とは考えにくく、加えて貝殻収積の周辺部分より貝地の破片も出土していることから、貝殻は原料確保としての収積の可能性が考えられる。あるいは平安時代以降、夜光街は螺鈿や主廃などとして日本本土で多く消費されているが、 その供給地としての役割をこれらの遺跡付近の地域が果たしていたことも考えられる。ありがとうございます。